リクエストの多かったサバイオンソース、まず前段を使って、今日は日本酒です。湯煎で火を入れていきます。溶きバターを少しずつ入れていきます。はい、とろっとレモン汁、サバイオンが出来上がりました。こうやって強火にします。あとは火を消して余熱で火を通します。たっぷりのソースをご家庭でできる簡単なサバイオンとホタテのポワレです。サバイオンをたっぷりつけて、非常にさっぱり仕上がっております。大変美味しいです。